1951年当時のゴスパーケバーン・ゴスパーはオーストラリアの陸上競技選手。1950年代に活躍した400メートルを得意とした短距離選手。1956年メルボルンオリンピックの銀メダリスト、現 IOC 名誉委員。ゴスパーは選手として 1956年メルボルンオリンピックと1960年ローマオリンピックに出場。メルボルン大会では4400メートルリレーで3分06秒0でアメリカに次いで銀メダルを獲得している。ゴスパーはオリンピックムーブメントに多大な功績を残している。1977年には IOC 委員に任命され、後に副委員長に就任。 2000年に母国で開催されたシドニーオリンピックでは組織委員会の副委員長の職を務め、2008年北京オリンピックでは調整委員会副委員長を務めた。現在は IOC 報道委員会委員長である。また国内においては1980年から1985年にかけてオーストラリア国立スポーツ研究所所長。 1985年から1990年にかけてオーストラリアオリンピック委員会委員長を務め、現在は執行理事の地位にある。また、1993年から1996年までメルボルン市長に選出されている。ゴスパーは実業家としても、1980年から1983年にかけてシェルオーストラリアの最高経営責任者、 取締役会議長。また、クラウンカジノやライオン姉さんを、はじめ多くの企業の役員を務めた。ゴスパーは、陸上競技とオリンピックムーブメントの発展に貢献したとして、2000年にオーストラリアスポーツメダルを授与される。また、同様の賞を、フランス、オランダ、スペイン、モナコそして、セネガルでも受賞している。ゴスパーは、2000年のシドニーオリンピックの、 聖火リレーにおいてオーストラリア人として最初に聖火を受け取る役に決まっていたギリシャ系の少女に変えて自分の娘にその役を与えたことから大きな批判を受けた。また2008年北京オリンピックの時には中国に対し大会期間中のインターネットの検閲を行わないよう要求したがこの要求は受け入れられることはなかった。ありがとうございます。